なんか、あれなんです。さっきコメントであったんですけど、ミュージックデーは私出れません。悲しい。なんかね、僕隊があるから出れないんですけど、まあみんな察してるかなと思ったんですけど、なんか、私マネージャーさんから、僕隊って大体なんか、出ますか？って来るんだけど、この日、公演なんですけど、出てもらえますか？みたいな。でね、その後一回こうポンって来て、これどうしようと思って。なんか、メンツ？それ基本的に、あまりにも仲良しが一人もいないと結構きついんですよ。2公演だと特に合間が。だからいつもね、エイトが私以外にもう一人以上いる時に呼んでくださいって言ってるんだけど、今回いないじゃないですか。だからすごい、うわ、どうしようと思ったの。さやは一回、マジで、仲良しがあまりいない時に2公演がめっちゃきつかったから、どうしようと思って、でもまあ最近出てないしと思って、ちょっとあんま友達がいないんですけど、じゃあ頑張って出ますって返信したんですよ。そしたらその直後に電話かかってきて、なんか「ミュージックデー」になんかいっぱいメンバー出れることになったんですけど、さやかさんは僕隊に出るって返事をしたので出れなくなりましたって電話かかってきて、みたいな。いや、それで泣いちゃって、そう。だから一時期、サイが死んでたのはそれですね。そう。なんか私はね、劇場にこういろんなポジションを覚えたり、いろんな公演を覚えたり、いっぱい出るのは、なんか大きな今後の仕事に、それこそ歌番組とかにつながったら、いいなと思ってやってたのに、なんか、そういう、もうなんか そういうことされるんだと思ったら、なんか今まで頑張ってきたのって意味なかったんだってなんか思っちゃって、意味なくはないんだけど意味なかったんだってその時思っちゃったんだよね。そう、泣いちゃうよ あと補給してあげるよ。そう。それがね、悲しかったの。うん、つらいよね。はい。今日は明るい配信にしようと思ったのに。そう。それがね、とっても悲しかったの、さやは。そう。っていうね、話。出たかったな。なんか、富山は公園がとっても好きなのは本当だし、本当に大きな仕事にいつかつながるかなって、まあ、みんなもね、劇場きっかけで好きになってくれる人が多いから、だから頑張ろうと思って頑張ってるし、急遽シンポジとか昔やったポジション久しぶりにって言われてもいつも2つ返事で頑張ってたんだけど、なんか。こうやって逆に劇場が原因で仕事できないってなっちゃうと、なんか悲しかったんだ。劇場がもちろんね、歌番組も大勢で出るからきっと映る時間なんて、ほんとコンマ1秒映ったら
同じみたいな感じだとは思うんだけど、私いつも大勢出る、前もね大勢出るやつ出れなかったから、いつも呼んでもらえるチャンスがなかったから、次こそはこうコロナ禍だったから大勢ずっと出れない期間があったから、そういうのが解消されたら呼んでほしいなって思ってたんだけど、それがね公演が原因でダメっていうのがすごく辛かったの。公演が好きだからこそ、公演がなかったらって思っちゃう気持ちを一瞬でも持つのがすごく悲しくてっていう話です。